東京銀座の近くにある居酒屋生本マグロ一心。店の名前にもあるマグロにこだわっています。脂の乗りもすごくいいし、赤身と中トロの色合いもはっきりしてて、ものすごくいいマグロだと思います。特に人気なのが赤身、中トロ、大トロの刺身の盛り合わせと、仕上げにバーナーで炙って旨味を引き出した釜焼きです。一口食べたいのは皆さんやっぱりうまいの一言ですね。東京の料理人や客をうならせているマグロ、産地は県内の離島です。松浦市北部、玄界灘に浮かぶ離島高島。マグロはここで育てられています。養殖から販売までを担うのは、2008年創業の双日ツナファーム高島。直径40メートルの生けす33基でおよそ4万匹を養殖しています。水温のやっぱり低いところってやっぱりいい油が乗ると思いますので、玄界灘に面しているので水流もちゃんとありますしね、潮通しもいいので淀みもないしいいですね。水揚げするのは3年半をかけておよそ60キロに成長したマグロ。ゆっくり泳いでいる状態で取り上げるため、ダイバーが生けすに入って電気が流れる森で気絶させた後、抱きかかえて海面へ。船の上では血抜きや死後硬直を遅らせる神経締めを行います。1匹あたりおよそ1分半、速さにこだわります。密接にも影響しますし、できるだけ早く体温を下げるということが大事で、加工場で内臓などを手作業で取り除いた後、氷水に1日つけて身が5度ほどになるまで冷やします。そして翌日、首都圏や関西、海外に向けて出荷されます。1万尾ぐらいを出荷することを目標にしてるんですけども、養殖の本マグロが皆さん食べやすい価格になるように頑張りたいなとは思ってますけど。ツナファームを設立したのは東京の創日。大手スポーツ用品メーカーナイキを創業当時に見出して事業協力したほか、航空機ボーイングの販売代理店を60年以上務めるなど、国内有数の総合商社です。大西洋マグロの資源枯渇っていうのが大きな問題になりまして、作って売るかという形でですね、本マグロのですね、養殖事業を始めたっていうことですよね。ツナファームの従業員25人のうち、およそ半数は高島町の出身。肥前高島大橋でつながっている佐賀県唐津市も含めると、ほぼ全ての従業員が地元出身者です。知り合いだったり友達だったり、高島さんの本マグロは美味しいって言ってくれるのがもう本当にやりがいで、地元の高校を出た方々が頑張ってプロフェッショナルとしてやっていただいてるんで、地元の人を 若者を雇って広げていく、やっぱこういうことが大切なんだろうなっていうのをつくづく感じた。双日の離島活性化は五島市でも進んでいます。11月に収穫を迎えるさつまいも畑。紅はるかの畑ですね。甘いですもんね。あんの芋に続くぐらい甘いんじゃないかなと私は思うんですけど。紅はるかが原料となっているのが芋焼酎。市唯一の酒造会社、五島列島酒造の新商品、五島芋紅はるか樽熟成に使われています。紅はるかということで甘みがありますし、樽貯蔵にしたことによって樽由来の甘みであって香りですね、とても飲みやすい焼酎になりました。双日は一昨年から五島列島酒造の事業に参画。商品開発や販路拡大のアドバイスなどを行っています。双日と共同開発して9月から販売を始めた五島芋紅はるか樽熟成は、先月フランスの酒の鑑評会で金賞を受賞しました。これからの島の魅力を焼酎を通じて
全国に発信したいというふうに考えています。そして現在進めているのが、全室こちらに向いているのが客室で、あのガラス張りになって全部が海を望むというところです、はい、ラグジュアリーホテルの建設です。地上3階建てで26室、全室オーシャンビューで露天風呂付きです。建設地は福江島の南東部の阿文瀬地区で、背後には市のシンボル鬼岳を望みます。比較的富裕層の方をターゲットにということで考えております。市が所有していた土地を活用して雇用創出や交流人口拡大を図るプランを一昨年公募、地方の活性化に取り組む創実が事業者に決定しました。来年夏のオープン予定です。まあ、来年の秋には新幹線がですね、長崎まで来る。そこから足をですね、もうちょっと伸ばしていただいて、まあ、この地に来ていただくという意味では、まあ、今回のですね、ホテルについては大きな力をですね、発揮するというふうに思っておりまして。従業員は30人程度の予定で、将来的には地元から多く採用したいとしています。また市や既存のホテルと一緒になって、東京から福岡経由での移動の効率化など交通インフラの強化も図っていきたい考えです。風景に溶け込む綺麗なホテルでありたいですし、島の将来を考えていくときに、そのテーブルに我々もこうごく自然に一緒にいさせていただければと、そういう存在になれたらいいかなと。海も綺麗でしたし、美味しい新鮮な魚食べれそうな感じもしまして、こういうところももっとアピールしていきたいところですよね。都会に住めば住むほどやっぱり九州の良さっていうのが出てくるんで、長崎の若い人もですね、地元に戻ってね、何ができるかっていうことを考えていただきたいなと思います。国内有数の総合商社が長崎の離島で展開する事業、その取り組みは雇用や新たな観光資源を生み出して島の活性化につながっています。人口減少や基幹産業の衰退が続く県内、新たな可能性を見出すのは外からの視点かもしれません。